ともきくん持ち込み企画、知っておきたいワールドカップ対戦国の世界遺産。イエーイはい、この動画では、サッカー好きで世界遺産検定1級を持っているともきくんと、私サッカーの知識ゼロで世界遺産アカデミー認定講師を務めている明仁美が、サッカーの知識とサッカーの観戦の楽しみ方、そして世界遺産の基本的なことをですね、ちょっと解説していきたいと思っております。ワールドカップが近づいてきまして、せっかくなので日本が対戦する、コスタリカがどんな国なのか知っておきましょう。いいですね。というわけで今回はコスタリカ。はい、コスタリカは正式名称コスタリカ共和国と言います。首都はサンホセというところですね。人口は約509万人、通貨はコロンを使っているそうです。有名な食事には、ガジョピント、それからオージャデカルネ、オルチャータというのがあるそうです。言語はスペイン語ということですね。スペインの植民地だったというところなんですね。はい、世界遺産は現在4件ございまして、例えばですね、完璧な石の球体が発見されたコスタリカの集落だったりとか、多くの生物が生息する熱帯の森、それからですね、サメの島って言われる絶海の聖地、それと、これはコスタリカと別のパナマという国にまたがっている世界遺産で、中央アメリカ最大の熱帯雨林なんかもあるそうなんですね。あ、そうなんですね。デキスのなんか石球のあるセンコロンブスキの主張性集落群っていうね、世界遺産があるんですけど、ここで発見されたその石の球体っていうのがあるんですけど、完璧な丸らしいんですよね。へー。だけど、何のためにここにあるのか、誰が作ったのかわかんない。あ、でも人間が作ってこういう形になったってことなんですね。謎なのよ。すごいですね。コスタリカっちゃ謎が多いんですよ。なるほど自然もあればこういう不思議な遺産もあるということですね。ぜひ、皆さんコスタリカ行かれたら行ってみてください、コスタリカクイーンでございます答えられるかな。はい、コスタリカにはですね、熱帯雨林があるとさっき言いましたけど、その中でも素晴らしい、幻の鳥と言われているね、有名な鳥がいるんですね、それはマヤ文明とかアステカ文明でもですね、神様として神様のモデルになったようなその緑色の、美しい鳥なんですけども、さあこの鳥なんという名前でしょうか。これは選択ですか。これは、はい、あ、選択にする、僕がいや1級ならわかるじゃん。これはもうあれですね、ケツァルですね。いや素晴らしいはい、ケツァールはですね、アステカとか、マヤ文明の中でもケツァルコアトルといって、神様のとしてね、崇められているものなんですね。その鳥のも、そのモデルがそのケツァルという鳥だったということで、さすが一級。よかった、素晴らしい。確かにはい、じゃあそんなコスタリカなんですけど強いんですか。いや、実は結構強いんですよね。あ、そう。やっぱネーミングだけで言うと、やっぱドイツ、スペインとかの方が、いや、なんか、やっぱなんかそんな強くないんじゃないかみたいな。そう、私はね、そう期待してきたのよ、今日はコスタリアが勝てるとそう、前回ドイツ、ドイツはさすがにやっぱちょっと難しいかなと思ったんだけど、コスタリカってあんま聞いたことない。や、実は結構強いんですよね。本当に？なんで？実はもう前々回の大会、2014年のですね、ワールドカップで、ベスト8まで行ってるんですね。待って、ベスト8ってどういうこと？世界で8位以内ってこと？ワールドカップで言うと8位以内ってことですね日本は8位以内には入ったことある？入ったことなくて、今8を目標にしてるということなんで。そうなの？もう一つ先にいるような感じですね。それ知らなかった。そうなんだ、強いんだ。その大会もですね、そんな簡単な相手ばっかに勝ってベスト8まで行ったっていう形じゃなくて、今もなかなかグループステージ、強豪国ばっかだと思うんですけど、それ以上、まだ同等ぐらいのですね、強豪国で、その時のコスタリカのグループステージの相手が、ウルグアイ、イタリア、イタリア、イングランド、イングランド嘘でしょ。 そこからグループステージ1位で1位で行ったの通過してしまうという。いや
波乱でしたね、これは。本当、その時調子悪かったとかじゃなくて、他のが。いや違うんですね、はい。またトーナメント上がってからもですね、ギリシャ、オランダと戦って結局オランダに負けてしまうんですけど、はいはいはい、結局その5試合で、2回しか点取られてないんですね。2失点しかしてないという。そうでしょ、ちょっと待って、鉄壁の守備を誇るチーム。いやちょっと私の計算が狂ってきた。どうしよう。待って、2位までいけるんだもんね。そう、2位まで、はい、そうだよね、っていうチームですね。なるほど。え、何がそのキーなの、その全員強いの、やっぱりチームとして。個人個人の、チームのですね、選手の質としては、そんなにすごくはないんですけど、実はゴールキーパー1人すごい選手がいて、サッカー選手、サッカー好きな人はみんな知ってると思うんですけど、はいはい、ケイロル・ナバスというナバスさんゴールキーパーがいるんですけど、はい、ベスト8を成し遂げた、はい、その時にも正守護神としてゴールキーパースタメンで勤めてるんですけど。そうなのか。それがまだ現役バリバリで、うん、それからパリ・サンジェルマンであったり、はい、レアル・マドリードなどと。レアル・マドリードは知ってる。あ、知ってますか。そんな強いチームにいるの。そうなんですよ、そういうビッグクラブにもですね、マジか、でもプレーをしていて、へー、どう点を入れれるかっていうところですね、日本としては。そうだね、はい、その鉄壁のケツァールが守ってるわけじゃないですか。そうですね。そこにどうシュートを決めていくかっていう。なるほど。でケツァールなら入りそうですけど、ね、ケツァールならいけそう。なんかいけそうな美しさである。どうやったら勝てそうとかあるのかな。それはない。いやもう頑張れとしかも言えない。頑張れ、確かに。これすごいね、これ持ってきたの。これフォーメーションのボードなんですけど。さすが。ちょっとコスタリカがどういうチームかっていうと、はいはい、結構相手の嫌なことをしてくるチームなんですね。あ、戦い方として、自分 の, 強みであるところを生かして戦うチームと、自分の強みを殺すけれども、相手の強みも消して戦うチームがあるんですね。そんなのがあるんだ。一応あるんですけれども、ね、このコスタリカっていうチームも徹底的にですね、はい、相手の嫌がることをしてくるチームで。そうだった。へ、日本が嫌がることっていうのがですね、ディフェンダーが4人いると思うんですけど。はい、いますね。あ、ディフェンダーっていうのは守りってことよね、はい、あ、そうですね、このディフェンダーが4バックっていうんですけど、はい、その時はわりかし今日本やりやすくやってるんですけど、うん、これが普通 の, その構成っていうか、こういう感じが普通なの。いろんなフォーメーションあるんですけど、基本、この4人ディフェンダーを置くチームが一番多いですね。へえ。だけど日本が一番嫌いなのが、ディフェンダーをこう5人にされて、例えばディフェンダー5人、ミッドフィールダー4人、フォワード1っていう、541っていうフォーメーションをちょっとなんか、得意じゃなくてですね、日本はあまり修正力のあるチームじゃないので、はこういうことをやられるとちょっとやっぱ点も入れられないのかなっていう。なるほど。これをしてくるの。そうですね、おそらくしてくる可能性高くてですね。なるほど、なるほど。どうここから点を入れるかっていうのがキーになってくるかなと思います。そうなんだ。これさ、毎回これ自分でこうなんかやったりとかしてちょっと予想したりするわけ。あ、でも試合見ながら前後半の間とかにボード動かして、あ、ここちょっと空いてるなとか、ここ動かした方がいいのかなっていうのをやりながら見てることはあります。今回かなり大雑把な説明なので、分かりにくい部分もあるかと思うんですけれども、大まかな感じだと。面白いわ、すごいね、こんなのがあるってことも初めて知ったもんね。そういうことなんです。なるほど、こういうね、ちょっと嫌がるようなことをしてくる。そういうことです。気をつけねばね。はい。ありがとうございます。以上となります。素晴らしい。じゃあ皆さんも今年のワールドカップ、グループステージで対戦するコスタリカの世界戦のことを思い浮かべながら見ていただければと思います、はい、それではまた次回はスペイン、お楽しみに。お楽しみに。